い、でもね、こんな感じです。とてもおしゃれなんじゃないでしょうか。はい、こんにちは、ウィンマンズの小出です。はい、ウィンマンズチャンネルではウィンマンズグループで販売中の中古車をですね、随時アップしております。中古車が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日は、ウィンマンズグループの店舗の中でも東京都町田市にありますですね、ラビット町田駅前通り店に来ております。はい、今回はですね、ちょっと中古車紹介をしていきたいと思うんですが、結構4年目ですかね、ラビットコンテストにいろいろ出てて、まあ、この店舗から表彰されている感じですね。2018年、19年、20年ですね。で、21年、すごいですね。ちょっとお邪魔しようと思います。またちょっとね、今日紹介したい車はこちらです。見てください、カエルみたいな車ですね。こんにちは、ちょっと今日この車撮らせていただきます。よろしくお願いします。気にせずに仕事してください。これなんちゅう車ですか、これ。これただの、これなんちゅう車、正式にはデューンバギー。あ、バギーね。デューンバギー、デューンバギーという、フォルクスワーゲンがベースになってるみたいですね。これね、初年度登録が平成4年になってますね。この車に正式年商なんているんでしょうかね、分かりません。謎ですが、フォルクスワーゲンということはエンジンが後ろについてるんですね。わ、すごい、これがワーゲンのエンジンそのままだね。これむき出しで、もうボディよりマフラー出ちゃってるけど、これ大丈夫なんでしょうか。で、これボディがもうほぼフル一体式のモノコックになってますね、これね。おお、ここにすごいですね。これね、シートがコブラです。これはもう超有名なやつですね。これはもう旧車系だったりにはちょっと定番のやつですね。ここの部分のスペースは一体何でしょうね。もちろん人は乗れないでしょうね。これちなみに定員乗車名は2名で、型式は不明です。車名がフォルクスワーゲンになってますね、車検所上。もちろん車検は通って、まあ、公道を乗ることは可能になっていると思うんですが、これフロント側にこうガソリンタンクがあるんですね、これね。はあ、構造的にはこれが、あ、これがガソリンタンクになってますね。はあ、鍵もクソも一切ありません。ここがガソリンタンクになってるみたいですね。走行距離とかも書いてないんですけど、実際これちょっと、これ実際はオープンなんですよね。バギーだから屋根なんかついてないんですけど、これがビキニトップらしい感じのホロがついてますね。ちょっと失礼させていただいて、うわ、これがまたすごいね。これは何？ウインカーでしょ？これウインカーで、ホーンはどこにあるんだろう？ついてなさそうだな。これライトでワイパーですよね。ここに
ピードメーターはついてるんですけど、これフォード、バッテリーがないんでしょうね、外してるんでしょうね。でこうメーター読みで言うと、これがまあ1の位だと176,748km になってますね。これもいろいろな違う車のを流用しているんだと思うんですけど、一応ミッションです。加湿付きのミッションで、バックと H パターンの4速だね。あとこれレバーになってますね、これがね。ってことはリアはこれを引っ張らないと入らないようになってるっぽいな。キャッチを踏んで少しね、めっちゃストロークが、ストロークがすっごい短い。ああ、でこれがダイナモ、これ電圧ですね。これ電圧計とオイルプレス、油圧で、これがオートメーターのクォーツって書いてますね。これが12と6と3と9ってことは時計でした。はい、時計ですね。こうシートはいい状態ですね、これね。でちなみにこういう車って昔の車もそうですけど、シートベルトなくても車検通っちゃうんですよね。これちなみにベルトは4点式のベルトがここに転がってますけど、なるんですよ。こんな感じのシートベルト、4点式、5点式ですね。こういう感じでこう見せておかないとダメですよね。はい、こういう感じで見せるようにしないとダメですね。これしかし何をしてもこれ当たりますね、頭にね。ここにちょっとレトロなミラー入ってますけど、バギーだからね、これどこ走るんでしょう。砂浜でも走りたいですね。でここに結構おしゃれなミラー入ってますけど、もう作りがもうプラモデルの巨大化したやつですよね、これじゃ。乗ってみたいですね、これ。非常に気になる。ちょっと見ましょうかね。ホイールが？これはなんかメーカー不明のホイールだな。タイヤはブリヂストン。後ろは215の 70R15 ですね。フロントはまた、これが 145-65R15 ですね。ここにもう足回りがこんな感じでむき出しになっております。作りがよくわかりますよね、これ。ハンドルのレバーであれがくるっと回ることによって、このアームが動く感じですね。一回りはここがフレームになってて、センターでこの枠でしょ。外枠に、でこのロールバーは下にくっついているんじゃなく、ここにここでエンドになってるんですよ。回っててここに U 字バーでくくりつけてるだけなんで、
この FRP のボディにくっつけてるというイメージですね。で後ろがあそこにバッテリーがあってセルモーターがあって後ろのデフがありますね。でエンジンは、排気量が 1200cc ですね。これね 1200cc のエンジンが乗っかってます。あれこれってここになんで穴が開いてる、あ、これ穴が開いてるわけじゃない、囲ってるんですね、これね。もう直感なのかなと思って。ここに、要はもう水平対向、2気筒だね、これ。カコカコってこう、ピストンが回ってる感じですね。いや、4気筒だな。はい、これね、1、2、2本ずつある感じですね。うおー。これデスビーのここにキャブがある。これは何のキャブだろう。ソレックスかな、違うな、これ壊るとここ開くんだ。これがボンネットっぽくなってるんですね。これねパカッと開くのはいいんですけど押さえるものがございません。でもこれもうちょっと作り込んで綺麗にカスタムしたら面白いでしょうね。エンジンも綺麗にカスタムして、もうバイクっぽいもんね。バイクの延長ですよねこれね。じゃあちょっと一旦これをはめるだけっていう。エンジン音が聞けないのが残念だな。ここはなんか使い勝手あるんだろうか。いやでもガレージを持ってる人で 3,4 台車が置けるガレージであれば1台これが置いてあってもなんか悪くないよね。遊び心たっぷりの車ですよね。うわすごいなこれ。コンテスト、ラビットのコンテストの表彰がいっぱいありますね。はい、でもねこんな感じです。とてもおしゃれなんじゃないでしょうか。でちなみにこれもちろん販売しております。金額はねアスクになってるんですけど、町田店に問い合わせていただければ販売することも可能です。もちろん気になる方はぜひ町田店にご連絡ください。皆さんが対応してくれますので。はい、あ、じゃあそれではまた。